はい。ということで、えー、本日はですね、ちょっと東京28区問題で、まあ自民党と公明党さんが争っている選挙区なんですけども、ちょっと新たな動きが出てきましたというところで、まあそちらについて触れていきたいなというふうに思います。もうとうとう自民党さんが公明党さんに東京28区を拒否して、えなんと会員ですねえ、東京12区、もしくは東京10国いかがですかみたいな感じになっているということで、えー、みたいな。 あ、そう来たかみたいな感じになっているので、じゃなんで東京12区15区なのかっていうところもちょっと解説していきたいなというふうに思います。はい。えっ、ー、とまずですね、ちょっと一連の流れをもう一度振り返。 ちょっと追加で、ね、出てきた情報などを整理したんですけども、えー、とまず公明党さんが東京28区、まあ、10増10減とかで、まあ、東京都内が25から30に所詮局が増えるとで、公明党さんが今まで東京都内で1つ、えー、選挙区を持ってたんですけども、2つ欲しいということで、東京28区を、ね、プラスで欲しいですよと、でもしそれを、ね、ちょっと自民党さんが認めない場合、えー、東京自民党の候補者、衆院選の時には、えー、自民党さんに、えー、推薦を出しません。 なので、えー、公明投票の1万から2万票、えー、自民党さんに乗らないようになりますよ。じゃあ、東京28区、えー、認めてくださいねっていう、えー、そういったね、ちょっと交渉をやってきましたと。それに対しても自民党さんはかなりぶち切れておりまして、えー、そこでね、かなり反発をしていましたと。それで、まあ、東京都連がです、ね、今後の対応を萩生田、えー、都連会長にま一任するという流れになりまして、いろいろ会議とか重ねくと、ほとんどの議員さんが、まあ、もう公明党さんと、もう食い合っても。 もう戦うべきだみたいな形でもう東京28は自民党として戦うという主張がま主流だとなので。もしこれ公明党さん、ね、もうこの圧力に負けてしまうと自民党の支持層がまそもそも離れてしまうという声があ,ったりがありましたというところで戦うべきだという流れになりました。ただ あのそうすることによって、公明党さんの支援がやっぱり受けられなくなるんじゃないかっていう心配の声がありましやっぱり東京都内で、なり立憲民主党の議員さんと競っている候補者っていうのも多くいらっしゃいますし、た、まあ、多分公明党さんの支薦を得られないと負ける候補者っていうのはかなり増える感じになるんですよ。 でこれあの、衆議院議員だけじゃなくて、えー、例えば区長選挙とかでも公明党さんの支援があって、えー、当選できている首長とか、まあ、例えば都議会議員選挙とかそういうところにもかなり影響出てくる、えー、ポイントになると思うので、そこでかなりちょっとあの心配している声もあったりするという、えー、感じですね。さらにちょっと譲れないポイントがありまして、自民党はもう東京2ックにじゃなくてもう内定の候補者がいましたと。で 元職って、あのー、元職のだから国会議員の方がこう内定しているというところで、これ、誰なんだろうみたいなところで、で噂になっているのが、えーと、9区に関しては、えー、と今村博文さん、で28区は安藤隆夫さんという名前がちょっと今、えー、ちょっと噂になっているという形ですね。はい で、この2人誰なのかというところなんですけれども、えっと、まずこう東京日8区というのは練馬区になっておりまして、で今回練馬区がまあ9区と28区にえ分かれるというような形になります。で前回東京 旧区に関しては、安藤隆夫さんという方が、ねえー、出られていたんですよ。あの菅原一周さん、あのちょっとカニ、メロンとか香電とかの問題で、まあ、ちょっと辞職する形になり、お金の問題で辞職するようになりまして、でその後継として、もともと東京の比例ブロックで受かっていた安藤隆夫さんが出るようになったんですけども、やっぱりこうちょっとお金の問題とかもありまして、山岸一世さんで立憲民主党の方に負けてしまいました。で今回はえっと東京28区の方で安藤隆夫さんが出るんじゃないかというふうに。 は噂が立っておりますで今村博文さんに関しては、えー、と以前です、ね、えー、と立ち上がり日本とか、太陽の統計とかで、まあ、当時、えー、と昔です、ね、日本維新の会で、えー、比例ブロックで、えー、当選していた、えー、方になっております。で、その方が、まあ、最初で自民党に入りまして、自民党の前回、東京15区、いった柿澤水戸さんと争うような形で、えー、出たんですけども、えー、落選してというところで、まあ、今回、その9区になったとっいう感じで、二人ともお医者さん関連っていう、えー、感じです。はい でまあ、じゃあ、今回、茂木幹事長、最終的に公明党さんに東京28区に擁立認めずっていう流れになりまして、えー、伝えましたと、ただ、まあ、それだけだとね、もう公明党さん、ただただ怒らせる結果になってしまうので、えー、公明党さんが東京で2つ選挙区が欲しい、まあ、こちらに関しては、容認します、認めますっていう感じになったらしいんですよね、えーみたいな。 じゃあ、どこ認めるのってところなんですけども、えまずえ公明党さんがえ最初に擁立も求めていた、東京29区、えー、もともと岡本光成さんって方が東京12区に選挙区を持ってたんですけども、まあ、そこの選挙区が分かれる、えー、12区と、まあ、29区に含まれる分分かれるってところで、岡本光成さんが29区の方を選びましたと、でそこは自民党さんは地元の議員、足立区の議員とか、ね、反発してるんですけども、そこは認めるっていう、えー、形になりましたと。 で、あともう一箇所出たのがこう12区と15区ってとこで、これ後々ちょっと、えー、解説したいなというふうに思います。はい。 で、公明党さんの対応としては、あの、ちょっと持ち帰って相談しますよというところで、まあ、ちょっといろいろな経緯があって28区になったんで、いえいえ、12区、15区どうなんすかねみたいな、ちょっと感じっぽいですね。まあ、28区、まあ、公明党さんがまあ強いっていうところもあるみたいなんで、なんかちょっとそういったところもいろいろあるみたいなんですけども、で、他にちょっと全国的なところでいくと、え公明党さんが10度、10減で新たに、あの、ちょっと選挙区を欲しがっていたえ埼玉14区。 そして愛知16区、元と公明党側が候補者擁立を発表していたんですけども、そちらに関しても地元の反発あったとしても、基本的には容認しますというところで、まああの、茂木さんとか、まあ、いた党本部がもう地元で理解を求めていくというような形になったってというころで、まあ、自民党さんも完全に東京28区はもうだめですよという、まあ、主張はしてるんですけど、ただ譲歩している部分。 まあ14区、えー、埼玉14区、愛知16区、そして東京電2つは認めるっていう、ちょっと提案をしてきたっていう新たな流れになってきましたっていう感じですね。はい。じゃあこの東京12区ってまずどういう選挙区なのかって言いますと、えー、元々の公明党さんの選挙区でございます。はい。 えー、2021年の衆議院選でいきますと、岡本光成さんっていう、えー、公明党の方が、まあ、当選されましたっていう選挙区で、でこの東京12区っていうのは、えー、前回に関しては安倍塚さんと維新の方がね、比例復活している状況なんですけども、もともと公明党と共産党しか出ないっていう、あの、白票増し増し選挙区だったんですよ。<laughs> 選択肢は公明と共産しかない、ええー、みたいな形で、あのーおお、どっち入れたらいいんだよ、みたいな。 え、形で白票が多いっていうところで有名な選挙区だったんですけども、まあ、あの、そこが、まあ、ちょっと今回、十増十減で区割りも変わるってところで、え、北区、板橋区の一部、足立区の一部、豊島区の一部だったんですけども、足立区の一部が東京29区になりまして、え、豊島区の一部が東京10区の方になります。で、岡本光成議員に関しては、え、東京29区の方を選択したということで、ちょ、 東京12区は今、空いているという、まあ、自民党の支部長も決まっていないという状況になっておりました。で、この東京12区っていうのは、岡本光成さんの前は、太田昭弘さんという公明党の元あの代表の方もやられてる選挙区になるので、まあまあまあ、も,うものすごくもう公明さが強い、えー、地域になってましたと。で、じゃあ今回、じゃあこの東京12区、もし公明党さんが選ばれるってなると、えー、このちょっと反発する人が確実に1人いまして、これ、高木圭さん。 東京12区で自民党であのずっとね、もう東京12区に自民党の校舎を建てたいという運動をやられていた高木慶衆議院議員がいらっしゃいまして、この元と東京都議会議員、北区選出でやられていた方になっております。はいで、そらく多分高木慶さんは、ようやく、えー、岡本光也さん29区に移ってくれたんで、ようやく自分にね、議席が回ってくるって多分思ってたんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー 12区、こうめみたいな感じになると、確実に反発すると思います。はい、でしかも高木啓さんに関しては、小選挙区もらえてなくて、まあ、比例の単独で、東京の比,、えー、比例ブロックで受かっていて、でかつも2期当選して、2017年と2021年は比例の東京ブロックで受かってるんで、で自民党の、えー、ちょっとなんか大まかなルールとして、基本的にあの単独比例で名簿の搭載が優遇されるのは2期までみたいなのがなあるんですよね。 なので、そうすると高木圭さんが、じゃあまた今回、次、例えばもしね、あの公明党がこの東京12区になって、じゃあ高木圭さん、ちょっと我慢してもらう代わりに、えー、比例で優遇しますよっていうのがもらえるのか、じゃあ上位じゃなくて下位になってしまう可能性もあるってところなんで、まあ、ここの処置の仕方ってところがかなりちょっとどうなるのかなっていうのが、まあ、ちょっと注目ですよね、はいこれ東京12区に関しては。はい まあただ、高木圭さんに関しては、あの2017年の東京都議選、まあ、小池都知事、あ都民ファーストブームの時に、えー、北区で落選してるんですよ。高木圭さん。で、落選してて、ですぐその後衆院選あって、えー、東京の比例ブロックになんか高木圭さんの名前入れてたら、自民党が勝ちすぎて、あの比例復活議員も全員ね、あのー、自民党で小選挙区出てた方も全員比例復活して、なんかぼた当選みたいな、えー、比例の、東京の比例ブロックの会に名簿載ってたのに、 名前のせっさら自民党が勝ちすぎて当選したという七夕国会議員みたいな、えー、誕生の仕方になっていたので、まあ、だから、まあ、めちゃくちゃ言える立場かというと、なんかそうでもないのかなという感じがしますよね。ただ、あの高木英さん本来回ってくるはずなんですけども、今回この調整で12組もまた公明党さんになると、大木栄的にはもう怒りという感じになります。はい、であとは維新さんがあの安倍司さん的に行くと、 医師さんっ基本的に小選挙区で東京で勝つのってのは基本的には難しいんですけど、あの、なので比例復活争いみたいなのがあるんですよ。まあ多分、えっ、ー、と、前回は2枠あったのが、今回3枠とか、まあ、もうちょっと増えるんじゃないかなっていうところで、まあじゃあ比例復活、まあ赤配率が高い議員が、まあ基本的に国会議員になることができますということで、 まあ相手が自民党よりも、相手が公明党の方が、基本的には比例復活しやすいっていうえ状況になりますので、安倍司さん的には、多分公明党が相手になってくれた方がえ嬉しいんじゃないかなっていうふうにえ勝手に思ってます。あ、はい、とね、あのー、今まで共産党さんが相手だったんですけど、えー、立憲民主党が今回、だから、共産党とは選挙協力しないって言ってるんで、東京12区も、じゃあ、普通た、立てるっていう判断になるんじゃないかなっていう、もし立てない。 これもし立てなかったら選挙区協力してるっていうふうに言われちゃう可能性があるので、そこはどうしてくるのかなっていうのもちょっと注目ですよね。はい、あとは、この東京ジュニ理区、だから公明党さんが得意な足立区がいなくなるので、そもそもだ足立区がいなくなった状態で維新に勝つことができるのかっていう一つの判断もあるんじゃないかなというふうに思います。はい。これ、音北さんとかもともとやってたところなんで、維新がめっちゃ強い。 ところであるので、だからシンプルに、だからこれもし、えー、公明党が立てたとしても、足立区がなくなった結果、公明党が勝つことができるのかっていう判断もあるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、純粋にこれ公明党さんもらったとしても、えー、小選挙区で勝てるかわからないっていう形になります。しかも岡本光成さん、東京29区にやっているので、またやり直しみたいなね、えー、新人候補やり直しみたいな感じになるっていう感じですね。はい。えー、そして東京15区。はい。 えー、こちらに関しては、えー、てか柿沢美斗さんがね、当選するっていうところで、まあちょっとかなりね、えー、話題になった、えー、ところになっているんですけども、えっ、ー、と、前回、まあのー、柿沢美斗さん、もともと民主系でやってた方なんですけども、まあ、総裁選を機に、まああのー、岸田総理に、あのー、総裁選、まあ、あのー、 誰を総理にするのかという市販指名の時に岸田総理に投資したっていうので、かなり話題になりました、そこで自民党入りを狙うというところで、ただ、もともとずっと民主党系の人なので、まあ、かなり自民党で、ね、バチバチやってた地元の方とか反発しましたよということで、い,いえ、柿澤と応援できないでしょうみたいなところで、今村博文さんという方も、 じゃあ、ちょっと自民党で出すみたいな動きがあったんですけども、じゃあ、最終的に柿澤美斗さんと今村博文さん、勝った方に追加で自民党が公認しますよという流れになったんですよよく自民党である方式なんですけども、まあ、もう、思えた結果、両方無所属で戦ってもらって、勝った方に自民党で公認出すという追加公認という仕組みがあるんですけども、まあ、柿澤美斗さんも地元でずっとやってきて、圧勝し,たしましたというような感じでございます。はい、で井戸正恵さんに関しては、ね、当時あのー まあっとけがいなくなったんで、まあ、あの東京4区、まあ、大田区の方で出る予定だったんですけども、くらがえというか、で、井戸正井さんを東京15区で出なさいという形で、えー、こう、東郷の意向でこ来させられたっていう感じです。結構かわいそうな出方だったんですけども、はい。っていうような。 え感じでございます。かに維新では金沢由里さんで女性の方だったりとか、他にもえくつか後者いらっしゃいましたという形なんですけども、でね、まあ、柿澤美とさん、まあ、追加公認されましたと、ただ今回、まだあの公認されてないんですよ、<laughs> え、なんでみたいな、え東京、中国、柿澤美とじゃないのみたいな感じになってるんですけど、そこにあの,あの萩生田さんの怒りがあるというふうにえ言われておりまして、まあ、萩生田、ま都、あ、連会長ですね、はい自民党の今、政調会長もやれてる方になるんですけども、まあ、 萩生田さんが前回、今村博文さんの応援に入ってたみたいなところもありましたし、あとね、今回、高等区長選っていうのがありまして、そこはかなりあの自民党が保守分裂してたんですよ。で、自民党は一応、ですね、あのー、山崎さんっていう、えー、前回の区長の息子さん、えー、区長が亡くなられて、息子さん、えー、自民党の、えー、都議で、えー、幹事長とかもやられていた山崎壱さんっていう方を自民党を応援して、萩生田さんも、ね、全力で応援したんですけども、あなんとですね、あのー いた柿澤美斗さんが、まあ、そっちに応援入ってなかったっぽいと言いますか柿澤美斗さんの講演会に関しては、えー、その対立候補である木村弥生さんという方にちょっと応援入ってたみたいなところがあってそこで萩生田さんの怒りを買ってたっていうふうに言われてます。なのでまだ公認されてないみたいな、えー、自民党への反党行為だみたいな感じで言われているというところがありまして、えー、なのでまず東京中国っていうのは自民党が今かなり、ね、あのまとまっていないえ状況になっております。ものすごく保守分で,で。しかも、えー、区長はその木村弥生さん が誕生したというところで、この自民党はこの、ね、3つに分かれているって言われてるんですよ、江東区。で柿沢家と木村家と山崎家という,ふうに言われてまして、で柿沢みとさん野党系なんですよお父さんはもともと自民党でえ国会議員とかやってた方なんですよ。で、木村弥生さんのお父さんももと自民党で国会議員とかもやってたりとかえしていてで、山崎さんのお父さん、山崎さん、区長とかもやれてたりというところで、まあ、かなり分裂してるるという状況なんですね。はいで元々東京中国 に関してはちょっと IR とかで辞職したっていう、ちょっと不祥事があった後の選挙っていうところで柿沢水さんが自民党に入る隙があったっていう。 ね、あの、ちょっとそういった状況ではあったんですけど、まあ、ちょっとそういったことがありました。なので、柿沢家、木村家、山崎家という分裂している状況の中で、じゃあ、こう、自民党のまとまりがない例に公明党さんが出たことによって、じゃあ、自民党が一致して公明党に応援することはできますかでもし、公明党が公認得たとしても、絶対柿沢みどさんは無所属で出るんで、そもそも公明党さんはもう出ても厳しいっていう、多分えー、感じになるとかなり評削られる感じだと思うんで、はい。で、しかも、この区長になった木村洋一さんという方に関しては、まあ、言ったら、柿沢講演会からの支援を受けてもらいましたし、 えー、きあもちろん木村家に関してはあのー、木村家の娘さんなので、木村弁さんのね、えー、娘さんなので、そもそも、ねまあ、そこもありますし、でかつ、えー、立憲民主党さんの議員さんからも応援もらってたりとか、まあ、かなり超党派で応援もらってた方なんですよ。なので、そうなった時に、じゃあ、おいそれと柿沢さんに、ね、もう応援してもらってた恩もある中で、例えば、 えー、公明党さんの議員に応援することができますかっていうところもなると思いますし、まあ、例えば立憲の候補者が出たとして、じゃあ立憲のね、えー、候補者に貸しもあったりするので、そうなるとちょっとどうなっていくのかっていう、えー、感じでございますよね。はい、まあ本当に、えー、江東区の自民党はまとまってないので、ちょっとどうなるのか、なので公明党さん的にはかなりここで出ても、かなり大変厳しい選挙区になるんじゃないかなというところですね。と、はい、ということで えー、ちょっとですね、あのー、東京15区、12区、じゃどこがになるのかで。そもそも東京28区を、じゃ公コンメント数諦めるって選択肢になるのかっていうのは、ちょっと今後注目でございます。えー、ちょっと今後この問題取り上げていきたいなというふうに思います。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。